河合義成5月10日昭和45年5月14日は日本の農商務官僚政治家実業家富山県高岡市名誉市民第一次吉田内閣の厚生大臣小松政策所会長経団連常任理事富山県福光町の静岡に生まれた林家は政治家の松村県三宅だった父藤吉は若い時から不思議で 奇跡会社を経営し、直越、野のと、伏木館などの奇跡の仕事をしていた。そのため少年期は、伏木で育った。明治44年、東京帝国大学卒業のお商務省に入省。大正7年8月が今課長の時、郷里の富山県で、米騒動が沖全国に波及し、寺内正武内閣が総辞職したのを受けて、隕石辞任した。 合成の助の誘いで、東京株式取引所に入り、大正8年末から大正9年にかけ6ヶ月ほど、欧米の取引所視察旅行に出かけ、帰ってきてから、常務理事になった。東株時代から15年間ほど、東京帝国大学、慶応義塾大学、中央大学、専修大学などで取引所論を教えた。昭和9年、 帝国人造建築株の売買に関して疑惑があると、マスコミによって問題化される。第一次世界大戦前後の財界の世話役だった、合成の助を囲む、焦燥財界人や若手官僚の勉強会、番長会を岩倉愚行、後藤邦彦と設立したが、同会の会員が次々に検挙された。河合も逮捕され、極者に繋がれてしまった。今ではこの事件は、 斉藤稔内閣当閣を目論んだ、司法部内の平沼喜一郎系、ファッション勢力による政治的謀略だったという見方が通説になっており、結局無罪判決を勝ち取る。昭和十七年十月、茂原内閣の松村健三農林大臣の下で農林次官を務め、九百四十六年三月十二日、貴族院直選議員に任じられ、同年五月に第一次、 吉田内閣の厚生大臣となった。昭和22年には、経営不振だった小松政策所の社長に就任し、再建に当たったが、公職追放処分を受けた。昭和25年10月13日、公職追放解除の閣議決定後、昭和27年に、吉田の勧めで郷里の富山2区から衆議院議員に立候補し当選する。だが、その際に、 同じ福光町出身でかつて、河井を事務次官に取り立てた松村健造の対抗馬として出馬する形となったために、故郷では激しく非難されたと言われている。昭和37年には、第一次法送経済施設団団長、昭和41年には、法中経済施設団団長として、共産圏との貿易拡大に尽力した。また、日本経団連、 経団連の常務理事として在会を指導した。昭和45年5月14日、84歳にて死去。ありがとうございます。